第11試合トーナメント A ブロック2回戦5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー178センチ 95.5キログラム、 リングスジャパン金原ひろみつ。赤コーナー180センチ 90キログラム、ダン・ヘンダーソン。さてジャパン勢のこの A ブロックでの取り出になりました金原博光、相手はアメリカのダン・ヘンダーソンです。いやこれはもうあの見どころというよりも金原に頑張ってほしいですよね。そうですね、どういう展開になりますか。さあゴングが鳴りました。この試合は両者ともオープンフィンガーグローブです。相手グレコやってますから、はいはいはい、タックルは行かない方がいいと思います。おっとダブルになりました。右に使われましたね。立ち上がりからダブル、おっと右側、これはグラウンドじゃないのか。グラウンドだ今どういう体勢、今グラウンドになりますよね。イエロー取っていいですね。膝が降りてましたからね、やっぱりイエローになります、イエロー2枚でこれは負けになります。今のはまあ明らかにグラウンド状態ですよね。ちょっとヘンダーソンは、まあ、言い訳みたいなこと言ってましたが、これはしょうがありません。さあこれでアドバンテージを握りました金原博光。プレッシャーかけて、スタンド状態では金原選手はやっぱりいると思うんでね、ここでうまい展開に持ってきたいですよね。ガード開けて前に出た方がいいですね。おー右のクロス、ガード開けて、ガード開けてまた入ってまいりました。ボディを今度は叩いています。ヘンダーソンなかなか力強いですね。そうですね、ありますね。ミラパー、そして右コミットショーを使います。トリプルです。あーと右簡単になりました金原のパンチ。金原のパンチ、話か金原原原です。原っ柱に一つもらったようです。距離取っていいですね。今距離取って、距離取って、はいはい、距離取ってローですね。追っていきます。ヘンダーソンが足を使います。追っていかないで、追っていかない、追っていかない、ロープパンチ、ロープパンチ、背中にロープを感じながらダン・ヘンダーソン距離を置いています。アクション、ロックから、ロックからインサイドから右、パチャラッタ今度左返す。いやダン・ヘンダーソン、ヘンダーソン危ないですね。危ない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 、ボディブローンではっきり変わりました。アッパーの連打になります。組んだ方がいいですね、組んだ方が。ハル飛ばします。タックルいった、タックルいった、一回休んで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 というセコンドからの声が飛びます。あ鼻血でちょっとタイム止めますね。これはタイム止めます。うんうん、鼻血です。ドクターチェックが入ります。一時中断いたします。ヘンダーソンもこうショートの距離でのパンチすごい強いですね。アッパー強いですね。この2人の体重差はですね、金原の方が重たくて 5.5 キロ上回っています。これあのいい呼吸を、ね、整えるチャンスです。うん、そうですね。ちょっと鼻血、多分パンチ頭ではないと思いますが当たったようでして鼻血を出しています。この鼻血が呼吸を苦しくしなければいいんですけどね。中途半端に来るんじゃないの。さあちょっとしたブレイクがありまして、唾だけ吐かして、はい、ドクターチェックがありまして再開されます。再開いたします。向こう側に電光掲示板数字が出ていますが、あれは秒数で表されています。1ラウンド残りが1分190秒残っているということです。このラウンドはもう捨てた方がいいですね。はい、あそうですか、あまり行かないで、はい、なるほどね、打ち合わないで、ショートの打ちはちょっと危険ですね、あ右だ、この右のパンチが怖い。ショートでのこの右のパンチ、アクション、そうですね、確かに田村さんおっしゃったようにこのラウンドはね、主張しておいた方がいいかもしれませんね。休んだ方がいいですね。あまりやってますがガブって返しますね。これなかなか、これでいいです。これでもともとこの人はグレコローマンでバルセロナオリンピックに出場していますダン・ヘンダーソン。世の中には田村さん怖い人がいるもんですね、はい。あまあ、この選手はやっぱ実績がある選手ですからね、強いですよ、やっぱり。ローキックはちょっと距離がありすぎます。もっと踏み込んで、金原選手はしかしこの1ラウンドも行きます。ハサミありますか。テーピングがほどけましたね。これ効きます。テーピングがほどけました。中途半端の距離ダメ、中途半端の距離ダメ、アッパー入ってるから。
今のは坂田選手の声です。坂田選手が青コーナー、もちろん金原サイドに入っています。キャッチされました。これで返された。いや、その後行かない。うん、おこれはどういうことでしょうね。スターの自信あるんですかね。グラウンド行くもんだと思ったんですが、金原のグラウンドのテクニックも知ってるんでしょうね、やっぱりね。そうですね、嫌がってますね。あ、高い膝、かかと落としは見せてくれます。金原も少し余裕が戻ったか。右、あ、危ないカウンターパンチ。金原インサイドから打ちました。左の腕は回していきますけど、右は刺していま す、ね、ます両方刺した方がいいですね、はい、あっと、はい、膝十字行ったんですけど ね、 あ、グラウンド、ね、グラウンド嫌ってますね。絶対的に立って勝負しようというこのダン・ヘンダーソン。キックのフェイントでパンチ、そう、はい、そう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 、潰したのか、潰されたのか、潰したのか、脇締めて、脇締めて、膝、回転の膝狙って潰されてましたね。足を引っ掛けられます。これ右手危ない、右手危ない、跳ねて、エビ使って頭を振り下げました。頭を振り下げました。まだ1個目、決まりましたね。そう、もう一回、もう一回、腕を振った、こらえています。大丈夫です、大丈夫、まだ大丈夫です。最後まで抜けました、抜けました。この後10時、アームロック、アームロック、落ちましょう。あーと、なんとか見えました。あと44秒、バレンジラウンドはもう少しあります。これはどうなんですね。あまり抱擁しません、ダン・ヘンダーソン。ヘンダーソン、多分グラウンドでのですね、あのアームロックとかそんな持ってないですね。なるほどね。多分サブミッションにちょっと不安があるんじゃないですかね。サブミッションにおいては金原がかなり上回っていると思われます。そうですね。ロキック、何しろ、もう一丁、もう一丁、もう一丁、あ、前蹴り、もう一発、払い落とします。今のいいですね。2ラウンドはもうすぐで終わりです。第1ラウンド終了しました。いやー、第1ラウンド金原危ないシーンもありましたけれども、よくしのぎました。足上げて、足上げてるんで、ちょっと鼻血が心配されます。まあ、完全には止まっていません。途中からまた流れ始めました。お前座れ、お前が座れ。いやー、熊子さん、1ラウンドどうでした。いや、なんて言ってんですかね、やっぱり打撃でこれ金原選手結構有利だと思ったんですけど、ヘンダーソンの思ったよりショートの打撃が強いですね。ヘンダーソンがグラウンドには行かないと、はい、予想とはちょっとね、逆の展開になっていた1ラウンド目。田村さん、どういう印象でしょう。そうですね、まあ、金原選手の方も、相手を寝かして関節を取ろうという考えはなかったと思いますね。相手はアマレスグレコをやってますから、キルも上手いですし、はい、まあ、パンチで攻めていこうという、そこから切り崩していこうという考えだったと思います。これグラウンドで締めに行っても面白いかもしれませんね、逆にね。そうですね、まあ、ただ相手がそういうふうにもうこの時点ではさせてくれないですね。確かにね、はい、さあ、前々持ち込めばいいんですけど。そうですね、まずタックルは強いですからね。第2ラウンド300秒5分です。高藤の島田、おっと、そば時計だったんですが、ちょっと深く入って見切られました。見破られています。あ、顎締めて休んだんですね、はい、休んでブレイクマジで動かない、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 立ち上がろうとしています。あ、フロント行きますね、フロント、フロントネックロックですけれども、締めて入ってます。危ない、入ってますね、今抜けた、いや、よく抜けた。首を取られていました、金原。危なかった、第2ラウンドの開始早々です。来た、来た、ライトフック、ライトフック、アクション、アクション、うまいですね、刺して相手の手首掴んでますから、自分の体勢取ってますね。ダン・ヘンダーソンが左を刺しています。そして右が入りました、右が強い、かなり右が入りました、金原さんが右が入りました、金原は右が入りました。聞いてますよ、右が聞いてる、聞いてる、距離を置いてます、ダン・ヘンダーソン。あー、これ明らかにストッと動きが止まってます。仕掛けた方が多いですね、仕掛けた方がいいですね、これ金原今チャンスかもしれません。チャンスですよ、指示を出して、指示を出して、足が払われています。これから、今度逆に自分から行きました。これも休みに行きますね。なるほどね、ヘンダーソンが、はい、先ほどまでこんな行為はなかったですからね、うん、自分からね、腕取ってますね、腕行きますよ、アクション、金原を右手取ります。
相手の左足をまたがせないように、はい、これも先ほどからやった、はい、おっと危ない危ない。ダン・ヘンダーソンは逆に金原が足をかけてきました。これはブレイクになりそうです。さあスタンディングになります。ダメージ、ダン・ヘンダーソンどのぐらい回復しましたか。うまい、ついていきます。スタンディングからカンヌキ両方刺されました。そしてテイクダウンか。おっと今首投げ行こうとしたんですけどね、抜けたんですね、アームロック行きますね。アームロック向こうが取っていました。こっちダメです。ちょっと汗でずいぶん滑るようですね。いや相手が逃げてますね。ああそうですか、はい、先ほどのあのやっぱりブローは効いてるんでしょうかね。ただ膝が入りましたからね。相手はもう寝技に付き合わないようにしてますね。ああ寝技を付き合ってる、やっぱりアッパアッパアッパ。そうすると寝技行っても面白いかもしれませんね。そうですね、行った方がいいですね。まあただ相手が逃げてますから、確かにここから、はい、おー来ましたよ。でもこれはあの倒すだけだと思います。倒して自分が休んでる、休んですね。あとさっきのあのアームロックですね、はい、あの足を使った、あちらしか出せると思うんですよ。ゼロゼロ首スリーパーでございますね。これ相手の顔を押して、相手の顔を真上に押して、相手の顔を真上に押して入ってますね、入ってます入ってます。きついな、ちょっと危ないですねこれ。相手の顔を真上に押さないと、このまま相手の顔を真上に押して、じわじわと締めていきます。金原に返す力が残っているか。返す、暴れて暴れて、レフリーちゃんと見る、まだ暴れて暴れて暴れて、もっともっともっと返すチャンスを待っていました。あー、よかった、ストップです。攻めきれません。大丈夫かな。このですね、このテンポでのストップというのは、早く攻めてる方は攻めないといけないんですね。決めちゃわないとダメなんですね。まあ今の関節の形入ってましたから、まあ金原選手はちょっと有利ですね。出るかありましたね。来ました来ました来ました。出る来る。金原選手来てますよ。あ、これ金原選手膝使えないの痛いですね。ねえ、サポートしてないですからね。今聞いてますね、聞いてましたね、聞いてましたね、そうですよね、ガクの落ちましたからね、左指のパンチが入っています。金原のパンチ非常にいい感じで有効のパンチが入ったんですけれども、その後続けることができませんでした。腕取れますか、これ重視取れますよ。腕重視か、もう抜けてますね、抜けてますね。40秒切ります。でも今これでいいと思いますね。そうですか、相手の動きを見て。あ、さああと30秒です。あと30秒、今から30秒、ね、さあこのままあと20秒だ。一発が必要です。金原タックル来る、タックル来る、仕返せるカウンター取れるか。離れていった方がいけないよこれ。時間がありません。あ、強いな。あ、腕を取られてます。時間切れです。あ、うまいですね。どうぞ判定になります。ジャッジ太田明、20対20ドロー。モンテコックス19対19ドロー。あー、藤原俊夫20対19ダン・ヘンダーソン。1対0でダン・ヘンダーソン選手の勝ちでございます。あ、1対0でダン・ヘンダーソンの勝利とコールされました。これ普通あのボクシングですと1対0だと勝利にはならないんですが、そうですね、勝ちました。ダン・ヘンダーソン選手はグランドファイナルに進出いたします。ダン・ヘンダーソンのグランドファイナル進出がコールされています。金原博光僅差の判定で敗れています。あ、多分私と同じことを多分金原さんが前田選手に、ね、確認してるんだと思います。1日2試合はちょっときつい、きついというか、相手があの1回戦目が楽に戦った感じだったんで、もう1ラウンドだったらちょっとだいぶパンチが出てきたんで、だいぶ体がほぐれてきたんですけど、やっぱりもうスタミナ的に問題がちょっとあったんですかね。別に聞いたパンチとか全然なかったんですけど、ちょっと膝パッドとあの肘パッド
つけ忘れで、あともうイエローカード取った時点でもう勝ったと思った自分がちょっとダメでしたね。You know, I respect all the other fighters, you know, but I just have confidence in myself that I'll be the better guy.